全国警察のトップを集めた会議が開かれ、警察庁の露木長官は、被害が深刻化する SNS 型投資詐欺など、全国警察で取り組むべき新たな課題への対応を指示しました。特殊詐欺はもちろんでありますが、SNS 型投資ロマンス詐欺についても、対等、積極的かつ効果的に運用し、全国警察が緊密に連携した捜査活動を展開することにより、これらの犯罪を敢行する犯罪グループの壊滅を図っていただきたいと思います。27日、東京千代田区で行われた全国警察本部長会議で、警察庁の露木長官は、全国警察のトップら100人に、被害が深刻化している有名人になりすまし嘘の投資を進める SNS 型投資詐欺や外国人グループによる金属自動車窃盗などを新たな課題として、都道府県や部門を超えた対策を指示しました。警察庁によりますと、 SNS 型投資詐欺の被害は今年3月まででおよそ219億円に上っていて、去年発生した自動車の盗難事件は5762件で2年連続で増加しています。